みっけ、超みっけ。いる。しかも仲間を食べてるのか。私違う、皆さんやめて。ライラ、こいつもルーガルーか。この者は氷魔ブリードウルフ、獣が変化した氷魔ですか。動きは素早いけど、その後の隙は大きいわ。はいはい、天狼は反撃を作れ。ログラ隊長、我を断ち切る。獅子戦艦石橋隊長、我が道を作れ。石橋隊長、水上決心よ。総画だ、我が道を作れ。石橋隊長、立ち切る。シュートアウト、邪魔づけ。這いつくばるのお似合いね。ジェネレーションアイ、やんな、総合なる石橋化体制、西乱撃、アクアサーベント、3連の石橋化体制、3連バリア、トランザ巻き上げ、ジェネレーションアイ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 、巻き上げ、収葬ライン、ガリー無双の雷切り、焼き尽くせ。石橋たたんす、立ちぐれん、そこに道を作れ。鋭く氷たくさんせよ、グリーンスランサー、そこへ立ちぐる、絶風昇波、はっ、ガリューエンディング、ガリュー、はいはい、馬高い、水車の決心よ、桃太聖地、三連覇、我が道を作れ。アンコール巧みの優雅、水蛇の化身よ、舞うは王座、鳴るはザ、理由はチリアクター、我が道を切れ、助けをしろ、石を向かうじゃ、鳴り響く理由はチリアクター、最近なの獅子善行、鳴るはザ、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 絶風昇波、二千棒が逆サテライト、なるはなるはジャンゾン、なるは王座、やりきれねえ、あんな総合なる水車、二千棒が逆サテライト、絶風昇波、なるは王座、やりきれねえ、理由はチリアクター、癒しを使え、
しないと。なりふり君に言うは知り合った。無影響。これどうだ。なるわざと握りつぶす。アクアサーベント無線防御ロックサテライト。崩れを決めるか。なりふり君に言うは知り合った。どういうことだこれは。マーガレット、私がわかるの。お母さんもお化けって言ったのに。わかるよ、お化けなんかじゃないって。ううん、お化けになっちゃったの。私もワックもいっぱい怒ったから。ワックはすごく怖いお化けになって町の人たちを殺しちゃった。私怖くなってお母さんに助けてって言いに行ったんだけど、お母さんは。大丈夫、すぐに迎えに来てくれるよ。本当よかった。サインドさん、氷魔の気配を感じてきたんです。なぜか懐かしい感じがしたから。サインドの声が聞こえる。バック、金のとこ行こう。サインドが待ってるよ。マーガレット、私が逃げなければこんなことには。サインド、マーガレットはただ聖堂に天族はいないと言っただけなのに。その発言がいじめへとつながった。そう、国同士の対立が激しくなる中で教会は信徒の統制を強めていきました。彼らは価値観を違える者に対し強硬に反発するようになったのです。たとえ子供のザレ事であっても。それで町を出たのね。人間に愛想を尽かして。どうしすれ、私にもう一度あの町を加護させてもらえませんか。頼みたいけど、あの町はまだ。それでもやる気なんだよね。はい、友達を嘘つきにしたくないから。霊能力があるのはいいことだって思ってたけど、そうとは限らないのかな。見えるようになる前と後じゃ全然違う世界だもん。人によっちゃ悪い方に転がることもありそう。要はそいつや周りの捉え方次第だ。それぞれの価値観ってとこね。ですが価値観の相違は争いの呼び水でもあります。それぞれ違う世界を生きている。人と天族の共生が難しい大きな理由だな。同志と人もだよな。大切なのは他の人の価値観を認められる心ですわ。そうそう、どうやっても同じ人間にはなれないし、何より今回のは霊能力関係ないっしょ。いじめた連中が悪い。まだ起きているのですか。ああ、考え事をしてたら眠れなくなって。思春期なのね。エドナのせいだよ。前に言ったろ、天族には2種類あるって。ええ、天族として生まれたものと人から天族になったもの。人が天族に転生することがあるわけだな。エクセオやパワントはそうでしょ。元は人間だったって。修行を積めばできるのか、それって。確立された転生の技術があるわけではありません。ただ純粋な心を持った人の魂が導かれ天族として再生すると伝えられています。修行は純粋な心を得るための方法でしょ。ミイラになるのが純粋かどうかは置いといて。再生すると天族の赤ん坊が生まれる。いいえ、生前の姿をした天族として出現するんです。人間だった頃の記憶はなくなるみたいだけど。それは
もう別の人物だと思うが。基本はそう。天族であって人間じゃないもの。それでも人だった頃の性格や思考、大切な思いは受け継がれると聞きますわ。なるほど、天族も不思議な種族だね。そうですね、改めて考えると。ライラはどっちなんだ？私は、すみません、覚えていないんです。女性天族にそれを聞くのはマナー違反よ。そうなのか。完全にセクハラ。すまないライラ、知らなかったんだ。いえ、別にそんなマナーはありませんけど。人間だったら転生できそうね、ミボは。なできたよ。おやつ完成。みんな、廃山兵狩りの。死んでる。軍がやったのか。いや、軍なら死体を放置はしないだろう。ここまでする理由もないしな。じゃあ誰が、よかった、無事な子がいたのか。言う通りしたのに。なんて、スレイ、この子は。なんで殺した。まさかこの子が。わかんない、だから事情は後。とにかく浄化を。原神味方が待てては進化が火を立てる前に。西がワンストライク。巻き上がれ。フレーは回りながら。続けてくれ。エグボラの2カグラ。ハマーよ、一応しまして。龍カグラ。死の研究を終わらせて。せーれん、ハマーよ、一応しまして。龍カグラ、原神味方が。炎よ踊れ。奴の力
無色氷魔の耐性属性に気をつけてください。バーニングエコー、やっつけろ。よーし、発災。裏でエンジン模擬攻撃、ペリーの攻撃、エンジン熱戦。リラックス、なんとか沈められたけど、この子しか助けられなかった。スレイ、あそこ、あの子、まだ息が。やはり同志殿、一体何事じゃ。オイスター、いいところに。ティンタジェル使わせて。まずは手当てじゃな。子供たちはわしに任せろ。二人とも命に別状はない。しかし意識が戻らんのだ。浄化の失敗？いや、原因は精神的なものじゃろう。海山兵狩りに何があったんだろう。あいつにやられたんだ。俺たち、あいつの言う通りに山賊をやったのに。あいつ、あんたたち雇われて山賊を？うん、廃山兵狩りを続けるか迷ってた時、あいつがいい儲け話があるって言われた通りに運送屋を襲ったら、荷をすごい高く買い取ってくれた。この調子で働けば近いうちにちゃんとした仕事を紹介してやるって約束も。誰なのそいつは。わかんない。話はリーダーがしてたし、俺はバカだし。でも信じたんだ。普通の仕事に就けるの嬉しかったから。なのに突然証拠は消すって。あいつの傭兵がみんなを。し
証拠は消す。俺が、俺たちがバカだった。でも、バカでも悔しいよ。誰か仇を、みんなの。お金も取られて、こんなものしかないけど、お願い。大地の記憶。わかった。その依頼、風の骨が受けるよ。